カンデー・ラーオガー・アイクワードは、西インドのグジャラート地方、ガー・アイクワード家の当主及び、バドーダラー藩王国の君主。1828年、サヤージー・ラーオガー・アイクワード2世の三男として生まれた。1856年11月19日、兄のガナパとラー・オガー・アイクワードが死亡し、弟のカンデー,ラー,ー,ー・ラオが当主くらい及び、藩王位を継承した。 1870年11月28日、カンデー・ラーオは死亡し、弟のマルハール・ラーオがアイクワードが、当主くらい及び、半王位を継承した。カンデー・ラーオは、無類の宝石好きであり、19世紀の最も著名な、コレクターの一人でもあった。コレクションには129カラットのブラジル産、ダイヤモンド、スター・オブ・ザ・サウスや78.53カラットの、 イングリッシュドレスデンなどが知られている。2007年4月25日、カンデー・ラーオのコレクションの一つ、バローダ・パールがニューヨークの宝石オークションに出品され、709万6000ベドルという天然真珠としては過去最高の価格で落札された。ありがとうございます。